で、今日もですね、いい句が読めそうな空じゃないですか。読む会ということで、ね、部長一句っていうことなんですけれども、今日はですね、まあ、テーマがありまして、今日のテーマは3月15日、今日はですね、一粒万倍日と天赦日、そして縁起のいい日でおなじみの寅の日が重なっている、最強開運日だそうです。なので、テーマ、最強開運日。こちらです。これで、テーマ。打ち合わせです。今日はどんなテーマで、まあ、読む読まないもありますし、今日はじゃあ読むならどんなテーマにしようかっていうことで、最強開運日になりました。そうそう、寅の日なんですって。私ちょっと縁起のいい日でおなじみでなかったです。おなじみでしたか？知らなかった寅の日ということで、今日はね、寅さんもお隣にいらっしゃいますので阪神大好き山口さんですけれども、寅の日だそうですよ。ね、後で教えてあげましょう。最強開運日ということですので、まあ、よく晴れてたり、最強開運日ということを、まあ、何でしょう、期待込めてね、季語忘れないようにしてね、ぜひ一句読んでいただければと思います。今日はですね、6時30分、皆様からの日の出リポートでしたり、そういったものを確認しながらですね、こちらの俳句、みんなで活動をしていきたいなと思います。6時30分なので、あ、やだ、意外と1時間切ってます やだ、どうしよう、最強の一句をですね、お届けしなければならないんですけれども、ちょっとプレッシャーですし、なんかコメントでみんな気遣って言わないけど、部長ってあんまりうまくないよねみたいな コメントあって 間違いない 確かにみんながね、優しくってすごいよいしょよいしょしてくれて、自分もね、よとか言ってるから、気づいてなかったけど、シンプルにうまくない 間違いなかった。そうなんですよね、私もそれに気がついてしまって、ちょっと気がついちゃった 自覚が芽生えてしまった。でも、そうそうそう、いつも言ってるんですけど、このウェザーニュースライブ俳句部はですね、まあ、部長私で、まあ、創設者も私になるんですけれども、本当にうまい下手とか、そういう、なんでしょう、よしあしもね、大切ですけれども、ここにおいてはですね、楽しむことだったり、まあ、季節の移ろい、一日一日がね、もう特別な日っていうことで刻んでいこうよみたいな、そういうちょっとメルヘンな感じで 行っておりますので、ぜひ各々がね、それぞれすごい楽しんで読んでくれるといいなって思ってますのでね、今日も楽しもう 今日は3月15日で、語呂合わせでもね、最高の日になりますし、最強開運日でもあるということですので、6時30分、およそ1時間後からですね、あ、部長が楽しそうだから読みたくなるんだよということで、泣いちゃう 嬉しい、そうだよね、そうそうだよね、ね、温かいメッセージになんかちょっとね、涙腺が緩みますけれども、ありがとうございます。楽しみにしてるよということでね、いい朝日見られるところも多くなりそうですので、ちょっといい感じにね、楽しく句読んでね、みんなでシェアしていきましょう。今日は6時30分頃を俳句部の活動予定時刻と、しております。さあ、今日ですけれども、最強開運日ということで、そうで、山口さんにお伝えしたいのは、寅の日というのが縁起いいそうです。おお、虎の日ってなんか聞いたことありますありね。ますか？そもそも虎の日っていうのがあんまりピンとこなかったんですけれども。私も詳細は分かっておりませんが、なんか聞いたことあるような気が。縁起がいいことでおなじみだそうですよ。おお、虎。虎さん今年なかなか調子が今のところ悪くて。あ、そうなんですか。でもまだあれですよまね。だまオーだまプだ。ン戦ですからね。そうなんです。問始題まっないてでるんす。で全す。そ然うです。大丈夫です。個大人的丈にはもう一切オープン戦は一切気にせず。はい。気にしないでください。この後まだ、10日、まあ、半月ぐらいありますので、あ、オープン戦そんな長くやるんですか？まあ、そうですね、公式戦が3月末から始まあ、るそうなんので、です。じゃあまだまだ大丈夫。そうです。そこはい。で、ね、余ってればあ、何の問題もないんで。問題ないですね。こっからです、こっから。はございます。い。今日最強開運日ですから、まあ、寅さんの開運も願って。おお、はい。
あ、曜日にも干支が振られてるっていうことでした。へえ、そうなんだ。で、そう、最強開運日なんですけど、まあ、それをテーマに今日は6時から俳句を、うんうん、お、6時から6時からもう始まってるんですか。あ、間違えちゃった。6時30分からですね、うん、最強開運日をテーマに一句読みたいなと思ってるんですけれども、いまだに全然浮かんでおりません、うん、私ちょっと焦ってるんですけど。お、最強開運日、まあ、だから最強の一日とか、まあ、開運目指す何々何々とか、はいはいはい、そういうニュアンスが入ってれば。で、最強開運日は決して季語でもございませんので、季語をまた入れなければならないという、うん、あ、確かに、はい、なんか考えますよ。お、じゃあ6時30分、はい、活動参加していただけますか。活動参加でじゃあ参加型で皆さんもね、ぜひ今考えている俳句、あの6時30分に教えてください、はい、でそれ別途あの部長の方も考えるっていうことですよね。まあ一応ね、考えるつもりなんですけど、なんか今のところちょっと全然思いついてなくって、やっぱ季語が難しいなって、もっと季語のストックを入れていかなきゃいけないなって思いました。なるほどね、うん、私今半分ぐらいもうできましたよちょっと整理しますけど、優秀部員なんだよなすごく。なんかこの間コメントで、なんかあのみんな気使って言わないけど、うん、部長センスないね言われて、確かにと思って、確かに確かに、なんかすごい自分楽しんでたから、うん、センスあるないとか全然気にしてなくって、なんかで別に上手いなと思ったけど一回もなかったんですよ。別に上手くなくてもいい。え、そう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 、でそのスタンスでやってたんですけど、そもそも上手い下手とか言うよりセンスない子いるじゃないですか。例えばそれこそ野球とかやらせても、なんか運動神経私悪いので、あ、なんかこの子センスないなみたいな、そもそもどんなに教えてもこの子センスないみたいな子ってたまにいるじゃないですか。まあ私なんですけどそれ。いや、あの確かにね、うん、あのなんだっけ、季語入れなかった時あったじゃないですか。あったあった。あの日記のようなあれはあのセンス云々というのは、はい、個人的にはめちゃくちゃ面白かったんですけど、面白かったですけどねあれ面白かったのね、あの日は本当にそうそうそうびっくりしたんですけど、まあでも楽しかったし面白かったからいいんですけど、うん、まあ、確かにセンスないなと思ってちょっと落ち込みました。なんかそしたらなんか気分落ちちゃったのか、うん、全然浮かばなくなっちゃって、スランプですでも、うん、なんかもう今ね3月ってこう一番こう、はい、季節の中でも一番変化の変わり目ですよね、すごく。なのでなんか出てる、読みやすそうではありますけれどもね。もうどうしようこの間もなんかあれ前回からあの私が一人で喋ってその間に考えてもらったことがあるんですよね、はい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 、うん、半泣きでしたよね。もうなんか研修とか仕事において一回も泣いたことないのにここに来てまさか半泣きも、うん、まだですかねみたいな感じで私が尋ねておりましたけども、本当になかなか浮かばなくて、まあでも今日はちょっとまだあと10分ありますから、まあ、まだあります、うん、で今日もあの部員が、はい、頼もしい部員の方がいるのでちょっと最悪の場合つないでもらって、あ、かしこまりましたよちょっと助けてもらえるみたいなので、ね、いろいろな変わり目ですし、まあ、そうそう楽しくできればね、で笑えてたら本当最高なことなので、それを目指してちょっと頑張りたいなと思います。皆さんおはようございます。時刻は6時30分を回りました。引き続きウェザーニュースライブモーニングをお送りしております。担当は大島理乃です。よろしくお願いします。まあ、この感じで伝わると思うんですけれども、あ、できてないできてないです。浮かばなかった。この5分で、いや1個あるんだけど、ダサくもダサくすぎて、またほらセンスないって言われちゃうもん多分ダサくですこれを提出するわけにはいかないので、いやでも今もなんか、じゃあ今上の句と中の句できたのが1個あるんですけど、今じゃあ下の句をちょっとつけてみたんですけど、まあダサい
ちょっとダサい、これこれじゃない、これ言いたいことじゃないんだよなっていうのがあるんですけど、気にしないでということで、そうね、発表することでも発表したらさ、私の頭の中が残ってしまうじゃない脳内で考えてたことがさ、思考回路とかさ、その程度が知れてしまうじゃない一緒に考えよう、一緒に考えよう。でも一回、そうそう、全国1万人の部員がいる今、助かるありがとうございます。なんか今は全国1万人から俳句部員が集まってるみたいなの、ありがとうございます、助かります。ちょっと後で助けてください。一旦ね、部員のお手並み拝見というか、ね、最低な振り部長部長自分こんな苦しんでるのに、うん、なぜか部員に、そうそう、あ、じゃあありがとう、助けてとか言ってたのに、うん、お手並み拝見、そう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 寝返っちゃった、なんか助けてもらっていいですかじゃなくて、お手並み拝見、超こう来ましたね今、もう上からもういや、なんかどんな一句読んだんだろうなと思って気になっちゃって、ちょっと拝借なんかできちゃったかな、うん、いいヒントになればなと思って、とりあえず一回聞きたいなっていう、とりあえず、うん、まあ完成品一個は、あ、はいはい、ベースになったやつを、うん、これまさにあれです、今朝本当にあ、さっきもしかして思い浮かんだやつで、うんうんうん、この話になる前に、あ、なる前に、なる前に思ったやつで、はい、窓の外、はい、早まる日の出、春嬉しっていうのを結構思いついたな、すごい、あったんです、すごいじゃないですか、そう、うまい、いや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 、うん、でそれをちょっとアレンジして、うん、あ、はいはい、なんだったっけな、あ、はいはい、春の朝、はい、で早まる日の出にもう最高で、でこれ一応まあ3月15日の最高と、最高、あとは、あ、もう3月15日っていうその日にちの早さもちょっと2つ入れましてもう最高にしてみました。帰る、もう私帰る帰るどうしよう、ダブルミーニングでまさかのかかってるっていうね、最強じゃないですかあなた、いやいやいや、最強開運日に最強部員が現れました、いやー、いろいろかける、もう最高ということで、すごいですね、いやもう、え、ちょっともう一回言ってください。春の朝。春の朝。早まる日の出に、もう最高。それにします。今日は、春の朝。じゃあもう一回私だけにしてもらって。撤退していただいて。春の朝。早まる日の出に、もう最高、あー素晴らしいあ、もう一回言った方がいいですか、春の朝早まる日の出にもう最高、これはですね最高なんですけど、今日3月15日で語呂合わせで最高っていうのと、あとやっぱり3月15日、あ、もう3月もね半分折り返しだなっていうことで、あ、もう最高、3月15日折り返しなんだっていうのがねかかってますこれ絶対超えられないもん超えられないし、これ、まあ、超える必要ないんですよ、超える必要ないけど見ないでください、カンニングです、カンニングしてる人がいますカンニングは良くないよカンニングって良くないんだよ
学部もう間もなく1年の感じで、はい、私途中から参加しましたけれども、はい、丸ごとパクられたの初めてです。丸ごと一言一句持ってかれたのは、いやー私のにしたくなっちゃいましたねこれはね。だってあでもまだ8時まで時間ありますから、まあ、部長はじゃあ打作をね、うん、もうこれだってもう最高傑作今日出ちゃいましたから、このスタジオ内で生み出されたね、みんなもたくさん考えてくださったと思うんですけど、私は言うのも言いたくないよ。だだこね始める。まあ、じゃあ言いますか。開運を春の朝日に願いけり。お悪くない？悪くない。あ、本当ですか。あれそんな打作には思わない。本当ですか。あ、打作はね、あ、これは違う、シンプルすぎて気に入らなかったんです。もうちょっと言いたいことがあったんですけど、なんかこうシンプルじゃないですか、すごくもうなんかそのまんますぎるかなって思ったの。おしゃれなことしたかった、私も。ダブルミーニングとかしたかったのに。解説しようないもん、うん、ほんとそのまんまですみたいな。開き直るスタイルで。でももいいですか？全然いいと思います。悪くないね。あ、じゃあちょっと、あ、じゃあ、あ、そう、願い蹴りで蹴り入れてなんかポコしたな。その文法が私合ってるのかどうかわかんないですけど。本当そう。この蹴りは使い方として合ってるのか。私もちょっと古文が苦手な方です。全くわからないんですけど、もうなんかぽい感じだけ雰囲気を込めたっていう。もうここでちょっと俳句っぽくなったっていう。感じなんですけれども、ちょっと打作だなって思ったのは、うん、春行に、うん、開運願う、うん、最高の日。おう、まあこれもシンプル、うん、いいよ。ただ要素詰めただけっていう。全然いいよ。え、いいですか。あ、じゃあちょっとなんか自信持っていきます。うん、自信をちょっと失いかけたので、うん、あ、じゃあこれから自信持っていきます。で、この間のま、窓の外と雨か雪かを考えるかなんかやつに比べたら、あれよりはあれ面白かったですね。あれ何言ってんだか本当に、もうあれに比べたらね、あれに比べたら、え、いいですか、本当本当、みんなどう、いい感じ。いや、でもほら部長は結構褒めて伸ばさなきゃいけないタイプだから、そんなみんなに気使わせてるなと思って。反省、もうほら大人だからね。今まで褒めて褒めてアピしすぎちゃってさ、みんながほらもう何構わずさ、上手くなくてもほらよって言わなきゃみたいな。もう正当な評価が分からなくなってきてるから、私もそれで自信を失っちゃって、本当にいいのねみたいな。面倒なことになり始めちゃってて、いや、でもいい感じですか、うん、ね、いや、気使われてないといいな。大丈夫じゃないですか。あ、本当ですか、うん、いいっていうあれなんで、うん、悪くはないって言いましょうか。え、あ、全然悪くないですよ。でも確かにいいかは分かんないけど、あ、まあ、悪くはなさそう。確かに確かに本当問題ないです。良いっていう言葉は使わずに悪くはないことっていうことで、そうだね。あ、いや、でもやっぱりほらさっき山口さんが披露した句はすごいっていいってなるわけじゃないですか。一瞬でそう思ったらやっぱまだまだだなって思って。とんでもございません。そうですか。いや、でもすごかったです。まあ、一応ちょっと部長と部員からの1句ずつということで、あ、2句ずつですね、トータル2人とも2句読むことができましたけれど、4句も披露しちゃって。朝から重いね。朝の10分間4句も披露してますけど、大島さんがモーニング入る時は、はい、覚悟しとけよっていうのを持たってたんで、一応覚悟はしてます。
あ、よかったです。ありがたいです本当に。なんかこうあのスタッフさんの中でもどうにかこうにかこれを盛り上げられないかみたいな、うん、結構思案してらっしゃる方が、あの裏にいらっしゃるみたいで、多分これからも続くと思いますので、ぜひぜひ、ね、どうぞよろしくお願いします。助かりました今日も。みんなはみんなもね、今日俳句部2人だけじゃないですから、皆さんもいっぱいいるので、みんなほらどうだどうだ、あ来てる、九州に開花を願う開運日、あ素晴らしい、さっきの寅さんの話もありましたからね、うん、素晴らしいです。あ、最強の運も膨らむ木の木の芽時、木の芽時、これ木の芽が成長していくってことですか、まあ、素晴らしい、そうですよね。ほらだからこうやってさ、なん言いたいこと分かります。まあ分かりますわ。黄金色の春の朝日に昇る虎、あそうだからこうやってさ、うん、かけたかったわけ。私もこう書けなかったのに、なんか全然書き合わさんなくて、なんでだろうな。落ち着いて。みんなのを見てまた再びね、自信を失って扱いがより一層面倒になる。みんなの見してよって自分から振ったくせに。これ今日 の、あの、うん、テーマは誰が決めたんですか、うん、この最強日、スタッフさんが最強開運日だから、今日はじゃあこれで一句にしましょうかって。あでも受け入れちゃってそれは、あそう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 、いやでも言われたらやるしかないじゃないですかね。そうなんですよ、テーマ決まってるとやっぱより一層難しくないですか、自分がね素直に思って、あこうだなって思ったことが五七五になるとあれなんですけど、一個テーマ決まってるので、ね、もうそのテーマに合わせていかなきゃいけないじゃないですか、でも違うの、みんな同じ条件でやってるの。私だけがテーマ決まってるわけじゃなくて、みんな同じ条件でやってるのに、みんなうまいの、頑張れ。まだまだいける。とりあえず頑張れということで、あれかな、あのこんなこと言うたらまだなんかあれかもしれないですけど、うん、あれかな、生きてる年数かな。あ、まあ、まあそれはまあ少なくとも言葉とかはもう少し数は知ってるかもしれない。ねえ、ね、私も多分それくらい言葉をまず知らなきゃいけないかもしれない、うん、そう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 、ね、素晴らしき先輩方がいるということで、ちょっと部長の座を降りたいと思います。もう部長無理。あの圧倒的部長に就任しました、この部長です。部長、就任おめでとうございます。とりあえず部長代理ぐらいにしといていただければ。いやもう部長です。で部長代理、私もう降格にしたい。でもさ、部長から渾身の一句って書いてありますしね、もうちょっと染みついちゃってるんだよな、どうしてもこれ譲渡できなくって、どうしよう。いやでもそうだね、こうやって部員の背中を追いかけて、もうなんかごちゃごちゃですけど、素晴らしい背中がたくさんあるので、本当にもう本当に山口さんもそうですけど、皆さんもねお上手ですので、その背中一生懸命あの追いかけて、私も上手くなりたいなって思いました。もうまたあのお手並み拝見って言われたら頑張りますってやりますんで、部長やります。もう部長下手なくせにね。上からだから本当に。よくないんですけど、あの顧問で ね、あのね内藤さんがねすごい、うん、あのセンスが、それこそセンスがすごくてびっくりしちゃいました、さらっと読んでくれて。そうで、しかもあの私が読んだものに対してとかもすごくこう、うん、あの言ってくださったりして、ガチ顧問みたいな。いやすごくいいよみたいな、いや今日も盛り上がってるねみたいな、すごい顧問みたいな感じ。ブリスコみたいな。そうそうそう、お今日も盛り上がってるねっていう感じで来てくれるので、そこもね、内藤さん、山口さんにもだから役職を部員じゃない、うん、昇格してあげたい、うん、まあ、これほら3月だしね、うん、4月の昇格に向けて。もう私はもう本当に何かポジションを授けたいと思ってますので、いやいやもう部長代行代理でも特番で、いや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 、ちょっと練っとく、練っとくね。
希望あったら言ってね休み2日欲しいとかもうそういうなんか希望あったらさすが部長叶えたいと思うから何か君もいいポジションをありがとうございますさあということで俳句部今日も大盛り上がりでよろしかったでしょうか。ちょっとね、うん、あ最後にあそうだね披露しましょう、はい、今日の一句あこちら開運を春の朝日に願いけりということで、合ってんのかなこれみたいなねまあ意味は伝わりますそうですよね。その中だからスタッフさんが先生呼ぼうみたいな言ってて、うん、やめてやめてみたいなもうそうなるともうあれですねそうなると違ってきませんちょっと違いますねちょっともう何も私も何も出なくなりますよねきっと本当にそう、はい、絶対一個も出てこないじゃないですか、ですね、ね、固まるだけです。固まっちゃいますよね。どうしようだからなんかそれは避けていただきたいんですけど、まあ、でも合ってるかも不安っていうなんかもうどうにもこうにもならない感じになってますけどあでもそうですね今日は素直な気持ちをということでこの素直さが開運を引き寄せるかもしれませんので皆さんもこの後もですね思いついたらまた俳句送ってください、今日も非常に長い活動になりましたが、はい、ありがとうございました。お付き合いいただきまたご参加お待ちしておりますお願いいたしますさあということでどうでしたか。楽しかったですかね。盛り上がりましたね。まあでも考えてうーって言って悩んでる時間がすごく頭の体操にもねなりますし、すごくいいなんだろうな、まあ、思考の時間になってるはずなんですけどね。うん、まあ本当部長ポジティブすぎるのが良くないのかな全部楽しければ OK みたいなんで、ちょっとうまいか分かんないけど OK みたいな思考してることそのもので OK みたいなポジティブすぎ、考えてれば OK みたいな、もう最悪ペン握ってれば OK みたいなハードルどんどん下げていくから良くないのかもしれない。ちょっと上達がねなかなかしてない気がするので、これから上達したいなと思います。今日頑張れそうですか。本当良かったです。はい、整ったということにしてください。良かったです。皆さんおはようございます。時刻は7時を回りました。引き続きウェザーニュースライブモーニングお送りしていきます。担当は大島理乃です。よろしくお願いします。6時30分と7時の私のこの挨拶比べてみてください。いい笑顔してる今なんでかと言いますと、終わった安心感かと思うじゃないですか。のん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 、違います。いい一句が仕上がりました今度はできてる方でニヤニヤしてますさっきできてない方でちょっともう苦笑いだったんですけれども、このうまくいってちょっとニヤニヤしてます。最高の一句いかせてください読みますいきます。人ともに運気も上がる春の朝。繰り返します呼び出してる誰か読みます。人ともに運気も上がる春の朝少ない少ない全然いないね、1万人いるはずなのに1コメントも来ないどうどういいんじゃないね、出してくださいね。あ、よかったよかった。え、いいですよね。ね、自信あるんで、2回繰り返しました。余韻にしたって3回目くらいいけます。もう1回いいですね。聞く人ともに運気も上がる春の朝。どう？やっとわかった。もしかして3回目にしてる。お、なるほどって言ってたんですけど、どういうことどういうことどういうこと解釈難しかったかな人ともに、日です、太陽の日とともに運気も上がる春の朝でございます。え、いい感じじゃないですか。
よきよきということでいいですよね。え、整いました。これまあ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 、まあ、リノボ。です。声でかリノボ。作曲と編曲みたいな。そうそう、作曲編曲みたいなものって言っていただいて、そうそう、リノボ。作曲はリノボ先生でございますんで。ねえ、はい、目の圧で私のものに。こういうことで揉めるんでしょうね、権利みたいなね。よくないですよね、本当にね、誰のものだみたいなね。これまあ一応こうだから、読みたい、なんていうんですか、うん、文脈みたいな、うん、その込めたい意味を説明したら、うん、もぞもぞ2人でこうね、うん、もぞもぞもぞいろんなのもにょもにょ言って。で、なんか、そう、日昇る、運気も昇る春の朝って私が読んだんだ、うん、で、そしたら人ともに運気が上がる、運気も上がるか、春の朝がいいんじゃないかって。ちょっと添削かな、うん、まあ、そうです、編曲をちょっと編曲してくださった、本当そう、作曲は私で編曲は山口さん。ベリノボスタンプをして世に配信していくものになりますから、過去編曲になる丸組みたいな。ということになります。あ、よし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 、あ、これ清書したバージョン、これです。綺麗にできました。人ともに運気も上がる春の朝。これそういえば今までこうやって今日も何個も発表してるじゃないですか。おいおい、初期がいて在庫管理みたいに、これ管理してくれる。なるほどね。そう、何月何日そう、ご一ご一句を記録してくれてるみたいで、ごめんなさい、今日なんかごちゃごちゃしたんですけど、これもあります。そう、去年も年末、ね、そうそう、去年年末、うん、そう、日付も、ね、出していただいて、そう、ね、でそれぞれ私と山口さんのを記録してくださってて、うん、ね、ありがたいですよね、本当に。本当無理。いや、まあ一旦ここで楽しんでるっていうことでね、ちょっとぜひ楽しんでいただければと思いますね。日めくりカレンダーとか作れますね。何で乗ってきたんですか。何で乗ってきたんだろう、怖い怖い、今すごいね、365枚スーって終わろうとしたのに突然できますよ。怖い怖い編集だ、怖い編集の人だ、あれもいけますよ、これもいけますよみたいなね、載せられちゃってね。そう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 、危ないよ危ない。1日1句とかすごい大変だと思いますよ。365日分無理です。はい、ちょっとまあね、できればですけれどもね、ちょっと頑張りたいと思います。精進でございます。でもちょっと今日満足いく一句がやっとできて、よかったでございます。ちょっと心残りが一個減りましたので、ちょっと披露させていただきました。ありがとうございます。ごめんなさい、延長しちゃった。すいません。部活動延長しちゃったんですけれども、よかったですね、楽しく、あ、もう本当に本当よかった、もう心置きないです。今日最強開運日ですからね、3月15日もう最強の開運、やっぱスタートでね、なんかこけちゃったら気になるじゃないですか、ずっとなんかうまくいかなかったなみたいなね、それ今日1日引きずっちゃうの嫌なので、これでね、気分よく終われてよかったです。